3、2、1、バッタ。皆様、吹き替えキングダムチャンネルへようこそ。そうなんです、吹き替えるから吹き替えキングダムに変わったのです。イエーイ。はい、皆様改めまして、吹き替えキングダムをどうぞ今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆様本日はすでに豪華なメンバーが立ち入るのにお気づきかと思いますが、今回は2016年の下町コメディ映画祭で上映大喝采を浴びた史上最強のコテコテ衝撃作、笑いですね、笑いです、衝撃作、危険戦隊デンジャーファイブ、我らの敵は相当かか、この作品をなんと出演声優の皆様と楽しもうという番組でございます。イエーイ。すごいですね、もうね、始まる前からね、これ1時間前ぐらいからもうこのテンションでございますので、皆さん疲れてないですか？大丈夫です。疲れました。僕は疲れました。そんなに疲れてました。もうこんな感じでね、もう行われてますけれども、はい、まず皆さんご紹介をさせていただきたいと思います、はい、デンジャーファイブの主力メンバー、タッカー役の堀内健雄さん。イエーイ。ただいまご紹介に預かりました、私がこの作品の唯一の2倍目、タッカー役の堀内健雄でございます。今日はよろしくお願いします。もっといい声なんですよ、今も8割ぐらいです。十分だよ。作品の中でじゃあ楽しみたいと思います、はい、そして続きまして、わしの頭のデンジャーファイブ司令官、チェストブリッジ大佐役のエバナ・マサシ。イエーイ。大佐です。たくさんやったんで忘れちゃったの。エバナ・マサシです。よろしくお願いいたします。唯一の2枚目役は壊れてしまいました。ありがとうございます。そしてヒトラーの部下でパーティーの企画演出もするゲッペルス役の多田野陽平さんです。どうもー。よー。チキにハゲて長い顔、多田野陽平です。そうよ。そこかい。ね、今最近それで、ね、はい、来られてます、はい、そして私も実は出演しております。はい、ピエールの元恋人、はい、ポリー、セレスト役の水尾千由紀子です。どうぞよろしく。色っぽさのところみんな見てる。そうなんですよね。さすがですよ。さすが。何やですか。ね、それは後でゆっくり。はい、はい。ということで、皆様、そしてですね、なんか足りないなと思ってますでしょ。ミスターウキカエルさんも実はそこにいらっしゃいますので、はい、ミスターウキカエルさん、名前は変わらず、そしてルイカちゃんもですね、実はそのまま続投で参りますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。さあ、ミスターウキカエルさんどうぞ。視聴者の皆様、ミスターウキカエルです。相変わらずケロケロ言ってますけど。これからもよろしくお願いしますけど。すごいネーミングですね、ミスター吹き替え。そう、ミスター吹き替えです、ね、謎の人物なんですよ。じゃあ、どんなあれですか、キングダムみたいな名前にしても出てくるんですか。キングダムから変わったんですよね。カエルさんできっと王冠かぶるんじゃないですかね。あ、なるほどね。これから、もしかして、キングさん、狙ってますね。あれ、狙ってますね。キングダム狙ってますよ。ちょっと、カエルさん、気をつけて。でも、お払いの子になるケロよ。はい、ということで、もうそうですよ、吹き替えの一番最初のこのこういった皆さん集まっていただいて作品を見ながらっていうところで、最初のコンセプトがもう皆さんでこう打ち上げて飲んでた、そこでテレビが始まった、そこで自分たちが出演してた作品が流れてきた、あ、みんなでうわーって盛り上がってるっていう感じなんですよ。はい、そういうノリですね。そういうノリで。僕はだから今日のために、はい、全部見させてください、全部見させていただいて、はい、全部見た人もね、ふざけすぎ。ですよね。やりすぎ。もうね、もう、やるまんすね。何か思った。こんなに面白いのもないなと思いましたね。で、だから、これからご覧になっていただくと分かると思うんですけど、あと、このご参加が、やりすぎ。仕事のキャラクターを。ね。ああ、やりすぎ。やるのに出てくる3人が。で、じゃあ、なくしたでしょ。僕、すごくなんかね、もう、ほんとこれ、作品見て、あえて思いました。はい、はい、あ、セリフの回数ですよね。そう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 、僕ら県友ちゃんを盛り上げるためだね。皆さんでこうね、県友さんを、そうだよ、今日はこの後多分ね、
なんかもう楽しみな感じがいたします。というそんな感じのノリで、はい、行きたいと思いますので、はい、じゃあまず乾杯を、はい、今日ね、今日飲み物を用意されたので、はい、ではさあお願いいたします。さあそれでは盛り上げていきたいと思いますけどね、ということで、危険戦隊デンジャーファイブ、ファイブ盛り上げていきましょう。乾杯。パチ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 。いきなり比べるとは思いませんでした。この番組のいいところでございます。はい、ということで、じゃあ皆様一緒にスタートしていきますよ。はい、ちょっと緊張しますね。じゃあ、3、2、1を皆さんで一緒にカウントダウンしていただいていいですか。はい、ご説明します。ブルーレイのメインメニューで第1話にカーソルを合わせてください。で、リモコンの決定を押せば本編が開始しますよ。じゃあ、いいですかね。参りますよ。はい。はい、で私がまだでしたね。はい、ではせーの、3、2、1、スタート。来ましたよ。さあ、ね、出た。いや、重厚な、ね、オープニングですね。エレキギターがいいですね。もうすべてにおいて懐かしさを感じますね。これ緊張するよ。緊張するのはこっちですよ。あとこれね、随所に糸が見えます。いや、あの福岡のところの糸とかね。まあそれはあれが糸を張ってやってるってこと。ああ、さすが。失礼しました。どこの国だ。これなんとですね。こういうものを飾るのはエコビゾとかをね、みんな持って行っちゃうんですよ。ね。誰が書いたの？誰が書いたんですか？監督が書いたの。この愛妻がいいよね。誰これ？もう愛、愛何の肉だな。愛じゃないですよ。このワンちゃん結構ね、もう出てきて、もうメイン、メインみたいなところそう必ずね、出てきて、アニメにもなったりするんですよ。名店人じゃん。だけどそこにね、やっぱり一番面白いのは、出てくる大佐ですよね。大佐が顔、覚えてます場合。大佐？そうそう、覚えてますよね。いっぱいやるし、出てくる。それが指令を出すんですよ。特徴がない。これね、今田さんの声なんだけど、必ずね、今回の任務は指令出すんですよ。あれ、違うの見たか。違う。やりすぎて。これかと思った。これもなんかね、かわいい。あの時がやっぱり日本大好きなんですよ。はい。そうなので、ありとあらゆるところにこう、ちょっと。韓国いらしてたんだよ。そうですね。そうですね。そうですね。そう。すごい素敵な監督で。あの店もうなくなったっすね。そんな状況ですよ。いや、ファンの方は、それはみたいな。思わず咳込んでしまいました。これね、本当に1000人客ですからね、シリンがね。ね、ピカイさん、ぜひ、あの、多分ね、いろんなあのオマージュが、作品のオマージュが散りばめられてるんですけど、これはこの作品ですよってあったら教えてください。はい、あ、わかりました。はい。はい。これね、あれなんですね、もう一番の時に思ったんですけど、ね、誰が唇を切るかっていうところで、あの、まあ、セリフをほとんど皆さんね、あの、お好きに変えてくださいって言ってたんですけど、そしたらね、あの、もうね、あの、あ、これですよ、大佐。大佐、出た。あれ、人間じゃなかった。よし、聞いてくれ。今朝8時ちょうどに、なんと大佐がエッフェル塔を盗んだ。エッフェル塔何ですか。これジャバットになってジャバットになってそっちの方が合わないんだよ。そっちの方が合わないんだよ。ジャバットの勇気だからね。ジャバットの勇気だからね。簡単すぎるんだけど。ちょっとダウンアップに僕らね。ほらほらほら、そして忘れるなよ、ヒトラーをぶっ殺すのだ。ヒトラーだ。今ね、これからはこの明日に必ず大佐がね、指令を出して、今回は何か FM を取り返したんだっていう、ここでみんなが動いていくっていうね、流れができたんですよね。そういうやつある。そうなんです。自分人間と思ったから、何か思い出しました。すぐ死ぬじゃん、言ってもいいんだね。でも、どうしたんですか。それで、あの、千葉茂さんがピエールって、あそこで、もう、あの、ちょっと生身を入れようってところでキャラクターを作っていたので、でもみんななんかそれぞれのキャラクターをね、作っていったっていうね、結構自由気ままにいっちゃったんですよね。おばは楽しかったです、もう。
だいぶ面白かったね、茨田さん、文句持ってきましたね、だいぶ見てるから、まとわれて何やらやらせるんだよ、つってね、言ってましたよ、そこも若いやつやってるからいい、そう、本当も見どころでございます、聞きどころか、でも、ね、山本君はあれですよ、僕は声かけられるからいいのいや、いいな、それそんなこと言ってない、全然いいから、みんな同じ声ですよあのね、そうなのよ、あのね、さ確かにどっちもいいからコントロールできなくなっちゃう、本当にね、ね、まあ、怖いよね、ああ、参った、自分がすごいね、俺も顔つきのつもりでいるんですけど、出来上がり見たら、変わってない、同じ声で、いやー、激しい現場だったな、ちょっと恋人やってる、なんか、ケンさん、何役あったんですか。いや、俺も時々出てきますよ、違う役も。だから、何役ぐらい四五役です。四五役か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 。四五役なんて金やってるっすからね。いやいやいや。でもさ、俺、普通の長役だったら多いですよね、四五役。うん。普通なんですよ。四五役ですよね。いやいやいや。でもさ、金役は普通の長役じゃないですよ。全然火薬やありますよ。いや、でもね、気がつかないですよ、僕が火薬が。こういう。そうか、そういうことなんですよ。皆さん、ここ経由者じゃないかっていうところチェックしといてくださいね。年間的にはゴヤスが少ないです。少ないです。もう、はい。今、僕が考えたギャグを通り過ぎたんですよ。くれない、くれない、くれない、三四郎だ。いや、本当に僕は見てて、僕今、写真一年ぶり見たんだよ、俺。分かっとりよりは失わせてくれない。分かっとりよりは失わせてくれない。最後にコマーシャルをやる。必ずコマーシャルやるぞ。同じ俳優、最悪です。エマラさんの間にコマーシャルやってやるんです。本当に使われていた。そんな思いに。ね、慣れたまでね。全部。はい、みんなでどんなことやっても、あの最後にエマラさんが持っていくっていう。そういう番組。いや、持ってってるかどうかは分からない。あとここも、ここもですね、必ず死ぬ前際に、ありますね、言うのよ。みんなを助けてくれ。多分、基地に連れていたんです。あ、ここは違ってきた。なんか、分かるようでした。トイレとか、なんだか思い出す。よし、グレナディンに対して、ジャプンスが1年、塩を一つまで、それと、フレッシュに。フルスマトリとレシピが思い出しました。キャプテンの作り方をレシピをね、これもね、だからすごいおしゃれだなと思ったんですよ。最後に中野がいて、中野がいたとする作り方のレシピ。俺も住む時はそうしようと思ったんですよ。どんなレシピか。入院後そう。入院後も。あとね、風間さん、出てきましたね。問題出てきた。ビジネスの由来なんですが、こういう緊張もね、みんなそそるわ。こちらのレッチェン、かなりのかなりね、どれでもまあそこそこじゃありませんか。ちょっと。その横にいるのが陽平ですね。ね、ただまさに絶妙なもんですよ。じゃあ、この掛け合いは一緒ですね。ね、よくこれ、お母さんしてきたのすごいね。食べましたよ。セクシー、セクシー、セクシー。はい、セクシー、セクシー。どうした？人が犬だけ。いましたよ。
やっぱりあと音楽が結構あるんですよ。もう大体さ女性をねあのクロボードしてるから、そこがまたちょっと面白いんですよね。色気もあるんで。私のそんな。みんな美人なんですよ。そう美人のね。ふざけてない。ほどけよ。だからこの業界のね、やっぱり機械の人もこの業界だったら BGM を集めて、顔はふざけてない。セリフはふざけてない。セリフはふざけてない。顔はふざけてない。録画の問題でしょ。で、この回で原編と終わりですもんね。あの、死んじゃいますよね、機械さん。そうですよね。はい。そうでした。あれは十分で持ち役になるとずっと最後が出てくると本人は思ってた。いやいや、そんなふうに思ってたかな。もう忘れました。で、ね、7年前ですね、この収録をしたの。いや、これがね、もうね、面白いんですよ。あっていろんなロボットも出てくるし、それがちょっとやっぱりこのチープさがね、またなんかすごいなんかいいんですよ。あえてそこを狙ってますから、懐かしさせるね。だから糸でも、もう、ちょっと色が分かってやってるんですよ。だからなんか、サンダーバードを昔みたいな、うちらの子供時代とかちょっと思い出してますよね。まあ、良さなかったんだろう。いや、違う、違う。あえて狙ってるの、監督おっしゃったんだけど。とにかく特撮大好きな。大好き。オマージュ。じゃあ、サンダーバード。そうそうそう。おい、止めろ、で結構死んだと思うとみんな生き返ってるんですよね。もうあの辺なんだね。そうそう。あの辺何でもありみたいな感じで。これさっき言ったよみたいなね。ボイスを見てると学生さんなんかすぐ取りそうな感じして盛り上がりそうですよね。そうですよね。うん。僕らまた吹き替えようか。またよろしくお願いします。いや、これね、僕全部見たじゃないですか。はい。それはね、ほら、電話喋ってたから、新潟で全部見たの。新潟で全部見たの。新潟で全部見たの。あっという間に見たの。でも最後はね、ダジャレの質は変わってませんでした。皆さん。このテンションがいいね。いや、すごくいいですね。テンションすごい。機械版も、本当に昔ね、あの、機械全盛時代の、そう、余韻がいの感じです。大先輩初心が、ね、テンションがね、僕ね。今は少ないですね、少ないですね。大体、ね、どうにでもしていいですよってないですよね、はい、そんな、現場今。しかも、はい、あの、今ね、こうやってみんなやりたいことやってましたけど、はい、あの当時、はい、ちょうど僕たちも若い時に、うちらがそのアドリブ入れる勇気はなかったし。ああ、ですよね。だから先輩たちも怖くて。いや、怖かったですよね、山田さんね。はい。だから、今でこそね、浅野さんとうちのね、聞いてくださるけど、なんか恐れ多くて力があるんだよ、多分。今ですか。だから、ね、浅野さんでね、相当いいですか、窓から飛び出せ。相当欲しいですよね。まあ、これ出てくると思いますけど。ナイスとか今だと言いますけど、申し上げて、あの当時は無理だと思う。言えなかったですよ。こういう意味では、今もそういう記念もない、こうやって自由にやらせていただいて、よかったですね。皆さん聞いてますか？みんな見てる、ごめん、そして見てるとかね。なんと、7年ぶりの再会だろ。なんか恋人みたいな。そうか、そうか、これ恋人見てるよ。一番やっぱり悩みは星野くんの役ですよね。ああ、そう、星野さんのね、デュアルになってる。あんまり星野くんふざけたこと言わないですけど、ダイハードもここぐらいですよね、あの、ちょっと言わせてもらえて新鮮なんですね。めったにあるよ。すごいそう、新鮮だったな。ね、やっぱ思い出したよ、あれね。思い出した。あれ、めちゃくちゃ覚えてるもんね。面白かったわ。なんかやらないから、こうってね、結構受けたら、星野くんも、なんか、もう、漫才でもないみたいな。そうか。星野ちゃん、本当にやんなかった。現場で、とにかく笑いをこらえるのが大変でしたね、ここはね。よっ、シュミカレー。あの新舞台から、僕。ほら、みんな2枚も。ああ、ほんとだ。いや、シュミカレー。フランスの衣装です。あ、来た。おしまは、シワでも伸ばしてみる。ひどいセリフです。ですよね。必ずや相当の、のぎもと、鼻毛を抜いてもらう。のぎもと鼻毛って何だろう。ほら、もう舞台に運び。私がこの目で確認するまではダメだ。
ご紹介して衣装が届いたので許可をいただきたいんですが。邪魔しない、これ俺じゃない。邪魔しない。すごい、すごい。いや、使われてるね。すごい、今もそうだとしてね、油高いことで。2枚目やってるじゃないですか。君を3日目のカレーみたいに煮詰まった状況から助け出しに来たんだけど。何言ってんの、ここは私たちに任せてよ。明日の夜、ショーが終わったら一人二人きりになる息の止めるチャンスだわ。僕らの狙いは3日目のカレーってのは台本通りです。いや、ちょっと待ってね。3日目のカレーと俺は言わない言わないですよね、ああいう言わないですよね。もう最初からなってたんだけど、ね、でもあれですよね、あの女性のね、カエダユーグさんと美人さんの恋人でやってるんですよ。今日呼ばなかったら、このメンバーに言えるとこですか。貴重な本当に本当はね、全員皆さん揃ってるとよかったんですけど、ね、サプライズが買い出しでしょ。開けよう。懐かしいね、懐かしい企業だね。下に言うとね、懐かしいよね。その感と。そうですよ。それは、あの、今回、ブルーレイになってくる。安いですね。それで言われたんですよ。あ、綺麗に呼ばれてますね。そう言われたんですよ。はい。ブルーレイになったんだ。ブルーレイあれ、今のことでいいですか。だって、7年目の再開、こういうことだもん。で、絵が綺麗だなと思って見てる。え？これからだよ。あ、もうみんなもう、あの、見てました。今、この、番組をご覧になった方は一緒に見てる。おぉ、そうだよね。一緒に見てる。では、こういうね、いいでしょ、なんか懐かしそうに感じて。これ絶対あるので、そんなこと。そう。なんか、あんたが知ってるの、そのトラブルさ。まさひろさん。それって、ネットワークが変わってないじゃないか、しばらく。どうしてくれてるわけない。あ、苦しかったの覚えてるな。なんて、俺の分までないのよ。はい。悪く思うなよ。はい、ご一緒に。邪魔なかったじゃん。みんな持ってっちゃう。ねえ、これがブルーレイでございますよ。はい、さあ、かっこいい。なんか永久作品みたいな。そうだよね。そうだよね。ね。みんな見てびっくりしてんじゃない？もっと早く、もっとよ。ちょっとなんとかならんの。かなり勘違いした顔してます。子供さんたちに悪影響を及ぼしませんか？先生に関しては全然大丈夫ですよ。これぐらいのがあった方がいいんですよ。かっこいいですね、マッケージも。そう、マッケージも。こっちを回して。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい。ね、ニコちゃんの。ちょっと説明してよろしいですか？よいしょ。ちゃんとした作品だね。そうです。あ、作品ですよ。いや、ちょっとびっくりしました、これね。ちゃんとした作品。来たら今度は。時間がないから急いで、レジスタンスに銃を送ってもらって。わかった。きっと、これだけユニークだったら面白かったのかな。そのイヤリン、どうぞ。ダイエット取ってないですよね、この。これはシネスプじゃなくて、やっぱり元のスタンダード。どうですか？これはテレビ用なの。あ、じゃあもうスタンダード。あのスタンダードとテレビのサイズに合わせて撮られてますけど、思い出して言ってみましたけど。時々英語字幕が出てくるのは、あれは何ですか？これはですね、全員自分の出身国の言葉で喋ってるんですよ。ああ。だからロシア人はロシア語で喋る、ドイツ人はドイツ語で喋る、イタリア人はイタリア語で喋るんで、英語の字幕出るんですけど、ブルーレイでは消してます。ああ、そうですか。出ません。うん。全部あれの使いになっちゃってる。うん。そういうことも今、落とし前好きなことだ。世界各国の俳優さんがすごく。全然いけてるんですよ。よく見て、星の高さが違うんじゃん。でも随所にさ、美人が登場するのみんなやってるんですよね。いやいや、そうそう。みんなやってる。さっき犬までね、ちゃんと色っぽいの。何でもするけど。それっぽいですね。この小泉さん、実はスパイだった。銃を下ろして、言い合い。はい、死にますよ。そうですね。言いますよ。はい。ね。俺、自分だ。
これ他のなんか、はい、まあ、定番のギャグなんだな。そうそう、他のでもありましたね、はい、今思い出しました。でも収録の時私これ結構だからあのリアル的にあのキレキレで言ったんですよ、うん、ちゃんと喋ってくださいって。あれを聞いてね、作る人だけどいるかもしれないので、ね、ちゃんとちゃんと言ってくださいって言われて直しました。リアルだね。すごいリアルだね。俺じゃないから。いや、びっくりした。びっくりした。すごいリアルだ。真に満ち溢れた犬でした。皆様、この後も見応えのある出し物が続きますが、その前に一つ私からお知らせがあります。トラの俳優がですね、アントラのお父さんです。アントラの実の父親が演じてます。今知りました。本当の俳優さんなんですか。ここはちょっとわからないですよね。もしかしたら素人の彼女になります。すごい背の高い人。そうですすごい。すごいいい人だよね。情熱がすごいって感じで、これ面白いんだろうな。これみんな真剣にやってると思うね、俳優さんって。そうだ、笑えるところ。吹き替えの現場も皆さん真剣というか、すごく必死でした。必死でした。必死でした。佐藤、サプライズのしました。部屋に戻ってるからそのあたりよろしくお願いします。しかし風間先生なるほど、顔つつから武器を持ってくるから君たちは切る、泣きなさい、笑いなさい、だから君たちは今何ですか。ね、あ、そうそう、これ当日も僕はすごい受けたんですよ。あ、俺思った楽しかったな。うちにはめられてますからね。すごいですよ、皆さん。そうそうって歌の歌詞を全部にするっていうのはすごいアイデアですね。自分のことで知ってる調査って大丈夫みたいな。いや、別に言って大丈夫ですよ。だって、メモリーつけたわけじゃないですか。ごめんなさい。泣きなさいでしたっけ。はい。長い別の白鳥が羽ばたく。どっかで使おう。でも、この頃、本当にやらせてもらえませんよね。うん。もダメだし。あの、やっぱり、バイリンガルで、副音声との成分性が。そうですね。音楽が一緒に出ちゃうから。だから昔のものはほとんどダメだよね。そういう意味では貴重ですよね。本当に。いやー、真剣な遊びでね。ひどいですね。ひどいですよ。本当にひどいって言うか、好き放題かも。そうそう、出てきました、小沢さんのね、あのギャグが。そう、ちょこちょこね、出てくるんです。例えばダイヤモンドとか、スイスのチョコとか、トライアの夜の。これが定番なんだね。これが定番なんだね。あんた、このお化けは邪魔しないでよ。やめてくれよ。これが受けた。毎回出てくる。このひげに邪魔されなきゃ戦うのは。邪魔したのは君の方の見事だ。愛国者じゃない。あるちゃんの何つうの。
いい、どういうところに好きですよね、大好き。ちょい見えちゃうの、ないか。この世はモニュメントなんかなくても生きていく価値のある場所だ。それよりもずっと大事なものがあるからね。まさに満ち溢れ、分かち合えるもの。レベルが始まることはラブマイナー。あれの振動出た。皆さんこれくらいやっぱりチュンチュンプレスミントを見逃したね。あなたのお口にあの振動が立ちです。いや、しいな。いいや、いいぐらいですね。素晴らしい。トラブルやってくれた。はい。はい、ということで、はい、一度でございました。はい、ありがとうございました。一話でこれですからね。はい、え、もう縦一話。いや、だから6、この後、ね、はい、この後どんどん。あ、強いよ。六本か七本か食べたんじゃないの？だいぶあるので、今日は。結構盛りでしょ、これ。嘘か。結構盛りですよ。これ、どこされちゃったんですか？全部やりたいですね。聞かれそうな気。ね、みんな見られちゃう。あとはご購入ください。はい、はい、映画というのはですね、ぜひぜひ。ということで、こちらの作品の、ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、監督をダリオ・ルッソさん、途中でね、はい、皆さんでも背の高い方でございました。しはい。声、の出演ご紹介させていただきます。はい、ヒトラー総統、波佐間道夫さん、はい、ジャクソン、星野光明さん、はい、タッカー、堀内健優さん、ピエール、千葉茂さん、クレア、海田優子さん、イルサ、森陽子さん、ゲップレス、ただの陽平さん、セレスト、水内ゆき子、でチェストブリッジ大佐、江原雅史さんです。そしてですね、この作品のもう一つの見どころ、はい、脅威の壁役、はい、江原雅史さんがなんと41役、そして、ただの陽平さん、39役。で、私、水内ゆき子が27役をやらせていただきます。優勝は江原雅史さん。この作品の思い出は辛かったという一言だけ。はい、でも今見てね、報いられたのかな。そうですね。ね、十分、皆さんが喜んで。みんなね、みんなね。でも優勝した時って何をもらえるわけですか？何もないですよね。なんかありますかね？ブルーレイは？あ、後で。ブルーレイは OK か。喜んで、喜んで。ブルーレイはですね、まあ、皆さんもご入手されてると思うんですけども、はい、この危険戦隊レンジャー5を存分に楽しんでいただく方法をちょっとご紹介させていただきますね。はいはいはい、まず1回目。はい、吹き替え版で見ます。うん、今ね、最初に、ね、はい。で、2回目は、字幕を出した状態で吹き替え版で見ます。さっきの。はい。字幕を出して、はい、うん。でね、字幕はですね、実は原音に忠実に翻訳してますので、うん、吹き替え版がどれだけ原音を無視しているのかですね、わかります。そいつが一番ふざけてるやつかもわかるんですね。ということですね。こんな風に変えられたのはね、ちゃんと当たり前さん優勝したわけだから。そうなんですよ。君に忠実にやってよ。そうですよね。で、それにさらにもう一つ。はい、こちらがですね、3回目。台本を片手に吹き替え版で見ます。これが最高に。あるんですね。こちらですね。復刻台本2冊セットの特別版というのがあるんです。台本もついているものがありますので、ちょっとブルーレイを予約すれば特典カメのあれって書いてあるついているもの のもある。ブルーレイが商品2つある。そう、そうなんです。そうなんです。そうだ、そうだ、トリートファンにはなってないんだよね、その台本。そう、いや、そう。なってないでしょ。なってないですよ。それだけ変わってるから。3日目のカレーにはなってるかも。あ、それも確かめられる。わかる。ねえ。ちょっとやってみたいですね。払いなさい、泣きなさいってな。自宅で一緒に泣きなさい。そうです、そうです。もうこれは吹き替えファンの方にとってはもうとっても。パッと言うとは、絶対取り合わないと思うんですけど。あ、そう。そして4回目。はい、これはもうお好きな形でご覧ください。ご友人を招いてね、みんなで盛り上がって見ていただくのが本当に、本当に面白いと思います。はい。
じゃあ字幕と台本も違うんだね。そう、違います。違う、そこすごいですよね。そこすごいっす。台本と本番も違います。そうそうそう、誰が本で本物なんだろう。そう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 、本物は誰だ。めっちゃ手間かかってる。もう一回受け直しじゃ、伝達と。ねえ、やってみて。真面目に、翻訳したやつと、台本はじゃあ誰が監修したんですか。鳥みきさん。あ、鳥みきさん。そうでした。鳥みきさんのギャグが入ってるのは台本。そうです。あの、無視しちゃダメじゃないですか。鳥みきさん、じゃあほとんど忠実かもわからない。鳥みきさんね、そういう。笑いの際に入ってないと思いますよ。あ、そうだ。そうだったんだ。素晴らしい。それすげえ。いろんな楽しみ方もございますのでね、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。さあ今日ゲストの皆さんいかがでしたでしょうか。ね、もう楽しかったです。もうこうやって、ね、出させていただくの楽しかったですけど、はい、こうやって見ながら僕は本当にあの前作を見させていただいて、これだけ日本語機械版とかも含めて、うん、あのすごい良き時代っていうのはまたなんか昔に戻ってる感じと同時に、この作品疲れずに本当あっという間に全部見られたんですよ。まあ、時間的にもちょうどいいし、だからバーって見ていくと、出張者がね、そう、もう本当に疲れずに、カラッとした気持ちになりますんで、ぜひ、ご購入いただきたいと思いますけど、はい。はい、ありがとうございます。はい。皆さん。辛いよね、僕ね。初めて7年ぶりに見たんだけど、1本で結構パワーあるなと思ったんで、これ何本使ってるんで。全部で7話。謎は見たらもうぐったりかなと思うけど、いや僕らは若かったね、変わったね。でも7話いっぺんに見たんですけど全然平気でした。なんで2、あの賞味24分でね、ここが1話ですから。僕に早いブルーレイクの参加みんなで見ましょう。はい、じゃあタグルさんどうぞ。いや楽しかったですね。で、はい、特にこの先輩たちとこうやってお話できたのが、うん、僕にとっては今日の最高でした、うん、はい、ありがとうございました。急に何だ、何だ、何だ、本当に急に何だ、本当に気持ちが痛かった、何だ、はい、ということで皆様ありがとうございました。はい、本日ご紹介と合わせて視聴しました危険戦隊デンジャー5我らの敵は相当閣下は8月10日からブルーレイがナイル大商店にて独占販売中でございます。声優陣がどんなアドリブを入れたか分かる吹き替え台本付きの復刻台本2冊セット特別版と通常版の2枚組ブルーレイを販売中でございます。商品価格などの詳細、ナイル大商店へのリンクはこの動画の説明欄をご覧ください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひご購入ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この番組が面白かったら高評価ボタンを押したり、さらにチャンネル登録をしていただけると大変嬉しいです。ということで皆様今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆様もありがとうございました。またさようなら。さようなら。またお会いしましょう。お会いしましょう。泣きなさい笑いなさい。おはよう諸君。さて今日の任務だが、なんとナチスがエッフェル塔を盗んだ。ナチス最大のプロパガンダが始まった。ヒトラーをぶっ殺すのだ。落ち着け。総統の度肝と鼻毛を抜いてご覧に入れましょう。おいしちょうね。私がヒトラーに気に入られたことをやっかんでんの。あらら大変。はいはいヒトラー、はいヒトラー。一体何ばしとったね。ナチスの怪獣だ。どんな兵器も通用しない。相当かった。手並み拝見と行こうじゃないの。やばい、サメだ。サメに手足ってある。なあ、僕たちを殺す前にせめて一杯だけでも飲ませてくれない三四郎。三河屋です。平凡パーハンチ。火をお借りしてもいいかしら。しっかり。あら、おいおや、あ、気持ちいい。それイルサとやってる。そんなの嘘。おお。
本当発揮。でっかいのが向かってくるぞ。ポチッとな。ありがとう。無敵打ちまくれ。ジョン・ウォーリー。